これでいいんだよね。合ってる。こんにちはす。こんにちはす。こんにちはす。ちょっと待ってくださいね。米ビュー、棒読み、つけるから。あ、どうもどうも。夜じゃないぞ。真っ昼間だ、真っ昼間だ。雨すごいね。雨すごいね。しょ。どこだっけ？見るな。あ、マイページから見た方がいいの。マイページだな。マイページ。OK。で、これを広げて、OK、OK。で、ウラルをコピー&ペースティングする。結局行かなきゃダメか。よいしょ。あ、ちょっと。OK。大丈夫だった。で、接続すると。おかえり。あ、どうも。よいしょ。こんなもんで、よいしょ。よし、行こう。急ごう。まず、モバイルバッテリーに接続します。で、バッテリーどこ行った？バッテリーがないぞ。どこ行った？あった。モバイルバッテリーに差し込んで、これで充電できるかな。あれ？あるね。おかしいな。あれ？こっち。あ、充電された。で、外仮面して、朝昼ご飯的な。昼も過ぎてますけどね。3時間ほど。ストローあるでしょ。おやつだね。今日さ、パルスイートがもうこれ残りわずかなんだよね。買い忘れちゃった。家にまだあるかなと思って。よし。さて、ちょっとね、まずアイスカフェオレをいただいて。こいつ何やらしてもセンスないな。あー、美味しいな、これ。いいぞ。
でもなんやかんやでちょうどいい甘さかもしれない。もう最後なんで全部。たこ焼きっていくらくらいで買えるの？え、これ多分3000円以内で買えるんじゃない？うるさい？あれ、そう、どこで買ったんだっけ？カッパ着ていくほどの雨じゃなかったでしょ。あ、全然着ていく必要なかったね。どこだろう、ペーペーモールって多分買ったんだよな。2280円だった。今のツイッターに貼りました。お待たせ、いらっしゃい。トボで、いつもありがとう、トボいらっしゃい。ああ。200、いや違う、何、200ってなんだ、なんか勘違いしてる。あ、違う、粉が 200g。
あ、もうちょっと。あら。それプロテイン系かやないかい、わら。いや、そう、これが、これ、ケールカップ代わりなんで。よいしょ。で、どうだ？これでいいでしょう。粉 200g。 ザバスやな。ザバスです。よいしょ。で、卵を2個。あれ？あ、粉が付着してると閉まりにくい。デコピンしてこの。あ、閉まった。よし、OK。で、卵を2個入れます。まず1個で、2個目。ゆのんちゃん、片手で卵割るの上手だった。すげえ。卵を、粉に入れました。よいしょ。片手で割れる人ってかっけえ。事務所被害的確認するぞいいよ、めんどくさいよ。兄さんの話、いや絶対ニポの話は全然ウェルカムだよ。なんかあの、なんだっけ、あの、二足骨さんあ、なんかもう完全に吹っ切れた的なツイートしててめっちゃキモかった。どの話か。は、あの、悪口とかじゃなければ。ニンさんは少し飽きてきたね。わら、わらわら。そうだね。よいしょ。で、水を。後半も配信しないのかね。あ、まあ、休止中だからまた、水を2、3回に分けて、入れると。1回目。よいしょ。よし。でさ、今日タコが売ってなかったんだ。あの、刺身のタコ、あの、薄くスライスされたタコはあったんだけど、あの、塊のタコがなかったんで、あの、今日はシーフードミックスにしました。ダマにならないよ。はい、で次、2回目の水。
いい感じ。おすすめの作り方で、白だしをまあちょこっと、ちょっとなのかな。あと醤油、早いよ、ちゃんと言えよ。よいしょ。よいしょ。で、自動がニコ生に復活したらどうする？いや、あいつの性格上、復帰はな。ありがとう、ツッコミ。ありがとうございます。復帰は、復帰しそうだな。まあ、どうもしないけどね。じゃあ一旦ちょっと休憩。今粉できました。明日は晴れるらしいからね。うん？何金日だっけ？あ、キャンセルになりました。は？まあ、もともと確定ではなかったから。あの、ちょっと一件でからなくなりましたね。キャン言わせたろうかって今言った？いや言ってないよ。キャン言わせたろうかなんて言ってないよ。キャンセルになりましたと。キャン言わせたろうかって言ってないよ。よいしょ。で、どうしようかな、ちょっと。急に俺たちに喧嘩売ってきたと思った。いや、そんなリスナーさんにそんなことしません。今日はちょっとニンニクを入れてみようかと思ってます。思いまして。よいしょ。入れました。で、かき混ぜます。私の軍よ、選ばれし軍よ。まだかい。ニンニクをそんなに入れるのか。ニンニクいっぱい入れる。ニンニク好きだから。まあ、多分ね、こんだけこの、種がいっぱいあるので、そんなにニンニク感は感じないかもだけど、まあ一応入れました。刻みネギ、冷凍。
で、キムチも用意しました。なかったの今日。だからシーフードミックス。うさ、は？多分なかったんだよ。ウインナーでもいいらしいね。うん、ウインナーにするか迷ったんだけどシーフードミックスにした。はい、終了。待って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 。待って待って。そう、慌てるな。よいしょ。まずそう。まずくないでしょう、絶対。で、あの、刻み紅生姜。とかでも食べれるらしいよ。ブレッジ、もうちょっとアップにしてほしい。もうちょっとアップ、ちょっと待ってよ。よいしょ。どれぐらい？茹でたら。いや、もうだって自然解凍で食べられるぐらいだからあれでしょ。角度がさ、またさ、あれ動かないぞ。おしがりさんね。え、こんなもんでどう？ OK。 OK、よし、じゃあこれで行こう。ダメだ、顔打つ。キャベツはない。あの、ネギは、ネギはあるね。まあ、キャベツじゃないけど、白い方は彼女さんですか？そうです。キムチ。こんにちは。こんにちは、いらっしゃい。ネギ。キムチいいね。気持ち悪い。気持ち悪くない。今回はソースあるね。ソースある、ソースある。ソースちゃんとなった。あ、ネギって。お前は質の気あるけど、この際でなで断る構成。やだよ。それはダメでしょ。
捕まるでしょ。法律に違反してるから。ネギ適当に。まあ、ネギでも、ネギタクがいいんだよね。出てこねえな。まあ、こんなもんでいいか。とりあえずね。食べられんのとちゃう。いや、大丈夫、2回に分けて食べる。出来たてのやつと、あと冷ます、1回冷ましたやつを食べたい。まずくてはっからバケツ用意して。へえ、まずくないよ。で、油、あ、チーズも入れる、チーズも入れる。竹串は用意したん。冷めたやつあげてくれよ。あげる？いや、普通に。竹串じゃなくても、割り箸で十分です。もう、くるくるするの覚えました。くるくるマスターです。竹串しか無理。いや、これ意外にね、箸でいける。この気持ち、韓国産。いや、素手が良いよ。いえ、素手はダメ、熱々だから。これはどこ産だ？牛角のキムチなんだけど、ああ、原産国韓国だって。まあまあ、俺はあんまそれ気にしないから。指2本入れて回すんだよ。いや、ダメだよ。やけどするよ。あ、さあ、そうなの。祖国の味？祖国、母国の祖国の味。よいしょ。今日、忍法は体験実習の最終日だそうです。さあ、正式に採用されるのかどうか、楽しみですね。オリエンタル測量。オリエンタル測量。でしょ。で、スイッチオン。不合格に一応。ちょでも今んとこなんか。だろうな。今んとこツイッター。日本人向けの気持ちにつば入れている写真あったね。うわひど。今んとこなんかそのツイッターやら朝の放送やら、今日やってたのか知らないけど、とりあえずなんか職場に関するなんかそのトラブルだとか、愚痴だとかは全くないので、まあひょっとしたらひょっとするかもしれない。まあ本人が全く気づいてない可能性もありますが。気持ちに寄生虫多いらしいね。オリエンタルではないのかな？オリエンタル。何かあったらすぐ愚痴にそうだもんね。何かあったらすぐ愚痴にそうだよね。オリエンタルなんじゃねえの？あ、で昨日もお話ししたんですけど、マスク座中に脳みそ食われて、いやー怖い、シャバシャバやね。上級者の記事、自画自賛してるだけで間に合ってないだろ。で昨日はご報告したんですけども、マスク座忍法美術館がまた、再現されまして、で私レビューを書きました。あれって自宅なん？何それ？ 20 文字以内で答えよ。Google マップ、Google マップで、マスク、これ全然これでいける、これでいける。Google マップでマスク座忍法美術館と検索していただければ、わかります。あ、もう一回。なるほど。
入れていきます。シャバシャバハムイが返しづらい。いやこれがいけるんですよ。でこのホットプレートは一部分ちょっとね、あの熱が弱いところがあるので、ちょっとそこは時間、焼くのに時間かかるんだけどね。文才あるね、わら。なかなか高度なレビューじゃねえか。いや、あれは、うん、あのどっかの美術館のレビューの、あの丸パクリなんだよ。あの名前と生年月日、あの生年月日っていうか、あの生まれた日付だけ書いただけで、あれはパクリなんです。うちと同じたこ焼き器なんてもらえるの、わかるよね。どうしても端っこがね、あれなんだよね。いや、パクリ何回笑う。パクリっす。で、入れていきましょう。あ、たこも入ってる。あ、まあ、いっか。おっと。楽しみだな、これは。電池で左右逆にしてる。ああ、なるほどね。読んだか。読んでない。ね、ツイッターに貼った、2280円だった。簡単に左右逆にできるよ。あちゃ。安い。冷たい。そう、これ、たこ焼きのプレートと、あと、あの、焼肉とか焼くプレート。鉄板にもなるやつだよね。そう、鉄板にも、あの、もう一個。もう一枚プレートがあって。安いね。安いよね。うちはドンキで買った。ドン。臭そう。あ、ドン。何、臭くないよ。バイブレーター付きが良いよ。バイブレーター付きなんかないでしょ。何の役に立つの。で、キムチは次のやつでやる。あか。紅生姜、まあ、適当にね。クルイセ、間もなく生放送クルーズが到着します。クオケ、生放送クルーズさん、開業を開始しました。おい。よいしょ。知る気でよ、わら。いや、いいんで。うちもバイク付き持ってるけど、おすすめだよ。クオケ、バン来ないな。生放送クルーズさんの番組、多すぎ。クオケ、ソロタコパとは、生放送クルーズさんの番組。クオケ、グハベに生姜になります。生放送クルーズさんの番組。クオケ、寂しいな。生放送クルーズさんの番組。寂しくない、楽しいよ。クオケ、土砂物を焼くなよ。土砂物じゃねえさんの番組。クオケ、友達とやれよ。生放送クルーズさんの番組。だからソロって書いてあるでしょ。生放送クルーズさんの番組。ちょっと。クルーズの学校の餌食。イエンゲーって。クオケ、働け。生放送クルーズさんの番組。クオケ、買った方がいい。生放送クルーズさんの番組。自分で作るのが楽しいんだよ。生放送クルーズさんの番組。チーズ入れすぎると、ちょっと味のバランスが崩れるので。早くひっくり返せよ。なんだって。生放送クルーズさんの番組。あまりチーズは入れないようにするのがポイントかと。これ一回しかやらんのよな。生放送クルーズさんの番組。もう一旦ある。もう一旦。働け。生放送クルーズさんの番組。働いてるよ、これ。クオケ、もう食える？生放送クルーズさんの番組。たこ焼き焼きながら食い込みパンツ見せてよ。クオケ、大手にするように。生放送クルーズさんの番組。クオケ、青森出身がたこ焼き語るな。生放送クルーズさんの番組。クオケ、はずけるぞ。生放送クルーズさんの番組。クオケ、迷惑系。生放送クルーズさんの番組。クオケ、キャリア入れて。生放送クルーズさんの番組。クオケ、これくらいの方がうまい。生放送クルーズさんの番組。いや、これぐらいよ。まだ全然やる。名前出てる。よいしょ。で、クロケ、もっこりですね。ありがとうございます。クルーズさんの番組。クロケ、タバコもまぶせ。まぶさない。クルーズさんの番組。やだよ。
で、ネギを入れまして。天かすいっぱい入れて。天かすも入れる、天かすも入れる。よいしょ。この、あ、ちょっといい、ちょっと、ごめん、ちょっと、いいや。これも入れちゃう。運営さん、バンしてください。なんでさ。キムチとかチーズとか香り種用意してくれた？あの、キム、チーズ入れた。で、次のターンでキムチ、あの、シーフードミックスがちょうどなくなったら。生放送クルーズさんの番組。出来屋で鍛えたたこ焼き。出来屋で鍛えた。チンカスも入れて。チンカスはな。俺、あの、ズルマイケだから、チンカスねえんだ。生放送クルーズさんの番組、クロケ、生放送クルーズさん、大量を収納しました。で、チンカス、じゃなくて、テンカスを入れていきましょう。テンカスがちょっとね、残りわずかなんで、ちょっと、あんまり、次のターンでも使いたいから、あんまいっぱい入れない。青のりたくさんがいい。反射たこ焼き、私のマンカスもたくさん入れてね。やめてよ、マンカスとか。反射たこ焼きってなんだ？高級天かすやん。これはなんか、だしとうまみのサクサク天かすノンフライだって。で、まあ、いっかこれ、ちょっとだけかけよう。私の織物も入れて。織物はね、入れません。新発見、人様の天かすを隠し味に入れて。いやいやいや、新発見じゃないの。天かす入れると美味しいね。お前いつも一人だな、ね。そうだね。よさのあきこバナナって検索してはいけない。なんでって？よさのあきこバナナ、なんで気になるよ。ネギも多分これ次でちょうど使い切れるのかな。とりあえず出しとこう。私の母乳も入れますか？母乳は、母乳はダイレクトで。溶けてるやん。はい。溶けてな、あ、チーズがね。あ、ネギね。これだって自然解凍でいいんだもん。あ、ちょっと出ないから後でしょ。これちょっと一回に置く。危ね。ちょっとね、焼けるまでしばしお待ちください。使わない忍法のチンポの輪切りも入れようね、わら。ね、あの、忍法のチンポは、おしっこしか出ない。悲しい。それ、箸では難しくない？箸で十分なんですよ。練乳派でないの？練乳は言ってない。尿道に入れた割り箸ですか？尿道に入んないよ、こんなの。だから素手だって。いや、素手じゃ無理。見せてもらおうか。箸でタコをひっくり返す。ああ、見せてやんよ。前、自分の税金を料理して食わせる企画あったね。怖っ。できなかったらしていな。あ、いいぜ。こんにちは。こんにちは、いらっしゃい。今日はあの生地に、かつお節、あと白だし、醤油、あとこのニンニクのみじん切りチューブ、これを入れてあります。前回あのソースを買い忘れてしまってね、はい、臭くねえって。竹串でしょ、基本でしょ。箸でいいんで切るんだよ。可愛いですね。ありがとうございます。いっぱいあるからそれも上からガバと。やばいだよ。まずくない。これすげえうまいんだぞよ。だしは私のマンシルでいかがでしょうか。どういうことだ。
彼女さん、鼻が黒くて可愛い。でしょ。口がないんだよ。よいしょ。新しい恋というか、新しい、もう常に新鮮な気持ちで恋はしてます。集中。保険証見せて生ポキ枠を晴らしましょうよ。やだよ、名前書いたんだから。おっと。すぐに彼女できますよ、恋。いや、もう、俺は好きな人が、この人だって決めた人がいるので。恋はイケディース、くさ。恋はイケディース、なんだよ。よし、こんなもんでいく。もうちょいですね。どんどん美味しくなってますから。箸さばき、拝見するわ。任せてくれ。あ、もうチーズが残り少ないんで、こっちの生地にそのまま入れちゃおう。あとネギも、なんか入れるのめんどくさいし、紅生姜も入れるのめんどくさいんで、入れちゃおう。いや、楽しいよ。両方に入るしな。両方には割り箸が入んないよ。そんな痛いでしょ。ソースもマヨネーズも用意。いや、まだだよ。あ、マヨネーズねえんだ。まあいい。ソースだけでいいよ。あ、出てこないの、これ。切ろう。袋切って。あんまマヨネーズかけないんだよね。あ、いいね、それ。そう、あの、あれに、たこ焼きに。よいしょ。で、混ぜちゃおう。揚げ玉も残り少ないで入れちゃう。ペットボトル振って流すんだね。ペットボトル振って流す。はい、あ、ネギが。で、ちょっとこれ、俺ニンニク足したい。どんな味になるのか。この目が認めよう。ありがとう。たこ焼きに置いて最強だと。ありがとうございます。本当やってみよう。ありがとうございます。よいしょ。あ、いいね。この感じ、いい素敵な感じ。よし。で、キムチだけ
入れ、あの、個別に。肝心のタコは？タコはシーフードミックスの中に入ってた。たましんどい麦茶ボトルでどもども。あー、それもいいかもね。こう振って、こう、あー、いいね。それもいいね。確かに。なるほど。ありだと思います。君の頭もたこ焼きに見えてきた。どういうことだ？パーティーなんだね。パーティー。寂しいからどんぐりが隣にいるんだね。そうだよ。いちごのパンツ、わら。いちごパンツ。たこ焼き派、片付けが大変なのよね。プレートをね、片付けるのかね。油はまだ使うの。いちごパンツ、わら。よいしょ。もうハサミは使わないから。中身はバナナ。中身は、中身もいちご味で。もっこりしすぎ、わら。小麦粉は変わった落ちにくい。ああね、確かに。医者行け。なんで医者行くの？ああ。酸っぱいんだ。酸っぱくないよ、酸っぱくないよ。いい匂いがする、いい匂いする。甘酸っぱい病気だ、医者行け。なんで、なんで甘酸っぱい病気？あー、ちんちん。まず病気じゃないの。何が練乳出してやろうかだよ。言ってないよ、そんなこと。薄いだろ。いや薄くないよ。大丈夫、これだいぶ水分飛んで、あの塊きれいな丸になるから大丈夫。よいしょ、もうちょっと待ちましょう。土日どうすんの？土日か、土日、あ、今日金曜日でひっくり返すのか。じゃあ割り箸でいくよ。土日ね、あの、俺あれ、この衣装ケースの片付けをしたいので、今洗濯進めてて、あと2段洗濯すれば終わるのよ。だからそれを明日やりたいなと思ってる。タコリンピック東京会場はここですか？ここです。衣装ケース？衣装じゃない、衣装ケース。衣装じゃない。100円ショップでひっくり返すのみだけどな。ああ。2段洗濯？は？タコが入ってる？あと2段、あの衣装ケース。タコ入ってる、わら。タコが入った、タコが入った、タコ、シーフードミックスの中タコ入ってた。100円ショップでひっくり返す、ひっくり返すのを買わなくても、割り箸でくるりんぱできる。大丈夫。入ってません。はい、入ってた。あのタコのなんだっけ、あのゲソだっけ、あれが入ってた。あとイカとエビ入ってた。だから
生地が薄いんだって。いかだよ、それ。大丈夫。だって、ちゃんと作り方、粉の。焼いてる人がタコです。じゃあ、焼いてる人はタコじゃないの？タコは入ってる、入れた。生地はだって、あれだもん、あれに書いてあった通りに入れたもん。水。だんだんですね、水分が飛んで、いい感じになってきました。楽しいね、パーティー。ちょっとタバコを吸い終わったら、やろう。なんか吹くと気のせいです。気のせいです。気のせいじゃない。こっちがちょっとね、あまり彼女さんがたこ焼き臭くなりますよ。ならないよ、たこ焼き臭くなる。いいねする。そろそろですね、だいぶ水分が減ってきて、いける。ソース派どこのやつ？ブルドック本格焼き、たこ焼きソース。まずくてもうまいっていうからずるいですね。なんでうまい、本当にうまいものしかうまいって言わない。ブルドックはおいしい。ブルドックはおいしいよね。ブルドックはかっこもないわ。オタクなんだよな。米牛シチューのニンニクが大量に入ってます。ちょっとまだ早かったな。カッコと違って買ったことなかった。買ったことなかった。ブルドックね、初めて買ったこのたこ焼きソースって。風がすごいぞ、ほんと。ありがとうございます。あ、ここまだ焼けてない。ブルドックソースおいしいよ。うん。おいしいよね。違います。もうこれだって白だしとか入ってるから、なんかね、何もつけなくてももう味がするんだよ。でもちょっと物足りない、パンチが足りないからソースかけるから。あちあち。紅生姜入れすぎたから辛い。なことないよ。紅生姜大好きなんだ俺。やせがまの。やせがまの。生姜と青のり派。ごめん、青のりはない。青のりはいらない、いらない子だから。は？いらないでしょ。は？いやだからそんな味に、味に影響ないじゃん。
地獄？だって、分かった、パセリがあるから、それを入れるよ。かけるよ。隣のどんぐりが睨んでるぞ。いや、怒ってないよ。どんぐり魔王のにいらない派だから。だとか、悪口は言ってないよ。いらたいらないな、いらない子だよって言っただけで。悪口じゃない。青のりも頑張ってるし。タコがないマイナス30点。待て。早まるな。青のりさんな。まだね。右下のやつ味見してみない？青のりいらない子なの。私、青のりがないたこ焼きなんて30キロ痩せちゃった子のみたいなもんだ。待て。味見しない。もうこのまま、本番です。端っこがね、まだ。もうちょっと焼きを入れましょう。絶対遠いわ。はぁ、辛くないよ。君、本当にくるくるマスターかね。マスターだよ。まだ、これ1回目のはこんな感じでした。ただ、これ以降はすごいことになるから。屋台のバイトの練習？いや、違うよ。趣味です。パーティー。パーティーで割り箸でひっくり返してたら本気でがっくりされるぞ。いや。なるほど、一回目だからか。これは食べる用の箸じゃなくて、このくるくる用の割り箸をもらってきたの。一回焼くのに何度かかるもんなんですか？嘘つけ。ぐーねっち。どれぐらいかかるんだろうね。あんま時間を、こういうのは時間気にしないでやるのよ。そのタコパってコスパ悪いよね。いや、そんなことないぞ。だって楽しいもん、この作ってるところが楽しいもん。一人でも。よしよし。そうなの？そうだよ。船の形した紙皿に乗せて外で食べようね。食べさせてあげられる人はまだですか？食べさせてあげられる人まだ今日はいませんけど、ゆくゆくは一緒に食べてくれる人もいるでしょう。船の形した紙皿、いや外で食うのはちょっとあれで、あと紙皿はちょっといいでしょう。普通のお皿でいいよ。兄様か。何時だっけ、兄様。5時に終わるんだっけ、体験実習、毎日。オリエンタル測量に電話して聞いてみようか。いいよ、聞かなくていい。やっていいじゃん。知りたいからっと電話して。いいです。別に知りたくどどどクソどうでもいいし。体験実習で絶対に受かるという自信と初対面で何も知らずに好きになる技術を学びたいです。
確かに。恋愛体質って羨ましい。なんで羨ましいか。まあ、なんやかんや楽しそうに生きてるからね。今日終わったらどうなるか伝えられるんだよね。電話をうまいこと改造して自動でたこ焼きがひっくり返っていく装置を作ろう。なんで電話をベースにするの。今日終わったらどうなるか伝えられる。今日は帰ってきたら放送してくれるでしょう。焦げてない？焦げてない。いい風の焼き色がついてる。今日は多分配信してくれるよ。兄様もリスナーも知りたいし、兄様も伝えたくてしょうがない、話したくてしょうがないと。バイブレーター付きのもあるよ。だからバイブレーションしてどうなんだよ、たこ焼きが。よいしょ。最近部屋の整理してたらバイブ出てきたよ。あ、本当ですか。昔使ったぐるぐる回る前提。バイブレーションでそんなぐるぐる回るの？にわかには信じられませんけど。バイブレーションは女の子に使いたいです。そうですね。バイブが好きな子と嫌いな子がいるんですね。嫌いだったの？教えません。てか、まず俺使ってない、使わないしね、基本。その場合で送るの出たことで使ってください。嫌です。どこに当てるの？俺は基本アイテムに頼らない。どこに行ってね。ねえ、どこに行って、ね。佐田さんも気になるんだよな、生存確認が。あ、そう、コメント NG にされてたんだけど、佐田さんの枠で。昨日、ふとコメント入れたら、NG 解除されてました。ありがとうございます。あ、ちょちょ。なんで NG 入れられたん？わからん。入れた理由はわからない。なんかしたのかな。あら、木曜日の自動解除はなくなったんだっけ。バイブレーター開発した人が泣いてました。なんでだ。肩のマッサージに使うためにでしょうね。木曜日のあの解除ってなくなったと、なんかさ、なんだっけ、焦げてますやん。いや、ちょい焦げてるぐらいがいいのさ。で、この中心のやつは大体もう焼けてるので、ちょっと取り除いて、もうお皿に入れていこう。端っこがどうしてもね。よいしょ。これ1時間に空いてるの？
え、まだそんな、まあ、その、粉作るところからやったりしてたからね。1時間も経ったのね。時間を忘れる。それぐらい夢中になれるんで。やべえ、よだれが出てきた。タコパ、コスパ悪くない？だから、その、いいね、こういう、言い訳です。夢中になって、こういう時間の使い方。鹿の糞かな？いやいや、鹿の糞じゃない。タコ焼き。タコも入ってる、タコ焼き。タコ焼きも入ってる。イカだったり、エビだったり。あります。いやいや、全部当たりです。なんと驚きのオーボール当たり。全部色が違う。いやだからその個体差はあります。だから生地が薄いにあって、生地だってちゃんと決められた用法容量を守ってます。大丈夫です。一回だって作って成功したもん。焦げてる。いや、焦げ…一回成功したけど、今回は失敗だったんだ。いや、大成功だよ。焦げてるんじゃなくて、これは焼き色。暗記してる？暗記してる。焼き色って言います。きつね色です。苦そうだよ。いやいや、苦くない。全然、そんなことない。一回試したもんだって。美味しいよって。狐色には見えるのだが。いやこういう狐もいるだろ。ちょっとあのちょっと焦げ茶っぽい。狐が黒焦げです。今焼いてます。たこ焼きの焼き方範囲の貧乏脱出大作戦を見なさい。なんで貧乏脱出。懐かしいの。温度が違うわけ。キツネ。ずっと火加減見てました。見てました。火加減っていうか、これ火加減ないのよ。ボタンを押したらもうその温度にしかならないの。なんか自動で温度下げたりとかするらしい。故障してるのかな。故障じゃなくて、こういうやつなの。大成功は筑波山の登山の大成功と同じ意味で捉えても大丈夫ですか。もちろんです。東京41歳のクソメガネ波動性大作戦は叶うのでしょうか。どうでしょうね。撮影できないから泌尿器科行けって言ってるんだけどさ。生地が薄いからしぼむのよ。よし、いいぞいいぞ。
横で奥さんが見守ってますね。ああ、ありがたい。生でやりたいから嘘ついてるだけでしょ。あいつ生で。謝罪できないってどういうこと？なんかね、勃起はするんだけど、行く感覚あるんじゃなかった？わからん。精子が出ないんだって。発射できないんだって。マジだ。だから泌尿器科行った方が絶対。そういう男って絶対ゴムつけたがらないから厄介。いやそういうね、なんだ、その性機能に関しての障害があるので、医者に見てもらえと。言ったんだけど、言ってないな。あれから、言ってからもう2ヶ月ぐらい経つんだけど、言ってないだろうな、あいつ。兄様が包茎かどうか聞くの忘れちゃったんだよな。相談を女にしようとしてたメンヘラクソジジイ。そう、元々は女性に相談しようとしたの。女性出すの恥ずかしいんじゃね？コンプレックス言ってたし。で、そう、女性に相談したかったらしいんだよ。なんで女性に？女性に相談されたもんさ、相談された女性はえってなるよね。私に聞かれてもってなるよね。女が来なかったから仕方なく運に相談。まあ仕方なくだったね、あれはね。さらに乗せたたこ焼き冷めちゃうよ。多分民法派申請法系だよかな。ネットで相談したかったんですか？なるほどね。え、いいじゃん。ちょっとだってこれ今食べたら熱々で焼けとしちゃうから。さらにしていく。ちょっとあっつあつだからこれ。ソースでごまかしましょう。いや、ごまかすわけじゃなくて、ソースなしも美味しいけれど、なんかパンチが足りないんだよ。ごまかすのうまいですね。いや、ごまかすのじゃなくて、申請でもいけると思うんですがどうですか？女性が大変ですが、パンツが足りない？いや、パンチ。メイラードなのか焦げなのか。いや、焦げじゃないの、これ。焦げです。いや、違います。焼き色って言います。よいしょ。申請と隠していいんだろうな。どうやって、その申請の人はもう洗えないってことでしょ。寝るなきろ、女性と混ぜたの？混ぜてない。この年で落とせないクソメガネハリアルの女性もっと無理なんでしょうか？41年洗ってないんだぞ。よくない？それを失敗と呼んでます。いやねえ。こんな間の年で落とせない、ね、クソ。いや、なぜ、ニコ生主もリアルの女性も一緒だよ。
ナスコしたそう。だってニコ生酒メンヘラ多いやん。なんで焦げたの？焦げてない。いや、この出さない。これが、この割合が黄金比だから。僕ならそんなのできたら悔しくて全部叩きつけますね。いやいや、待て。叩きつけないよ。会心の出来だよ、今。何やそれ、皇子の肛門みたいな色しとるだね。皇子の肛門は見たことないけど、それより絶対綺麗だよ。よいしょ。チョコレート入れたパターン。チョコは入れてないよ。コージってあのグーネッチの保有の人ですよね。違います。名優ではございません。その丸いの肛門から出した後ですか？違います。もういいかな。何回目ですか？一人で作るのは2回目。でそ近距離でたこ焼き見せて。見せる。見せびらかす。よいしょ。で、じゃあ、青のりはないけど、初めてじゃなかったんですね。初めてじゃないです。ごまかしたんじゃないの。あのパセリがあるから。パセリ来る。それが噂のたこ焼きですか？噂のたこ焼きです。あ、ダンルト君、もうこれたこ焼きですか？もう青のりにしか見えないこれ。あ、結構なくなった。あれできた。完成。マヨネーズ派？マヨネーズはなくても大丈夫。できた。うわー、たこ焼き。よし。感染なんだ。ごまかしが効いてますね。ごまかしてないよ。絶対美味しいよこれ。ちょっと羊の金玉みたい。金玉じゃないよ。たこ焼き諦めて次回からはエスカルゴバター焼き化して使いましょう。まあそれも美味しそうですけどね。いただきます。あっ、うまい。生臭いね。生臭くないよ。美味しい。そうだ。これはうまいぞ。本当だ。そんなわけ。あ、そんなわけある。まあみんなそういうしかないわな。辛いでしょ。辛くない。あ、ニンニクはあれだけ入れたんだけど、わからない。入れたのかどうかわかんない。入れたの？うん、入れた。隠し味はコンサータですか？コンサータは和骨。入れた。他の具材は何ですか？コロッタ。他の具材は揚げ玉とシーフードミックス、チーズ、ネギ、
以上。で、シーフードミックスは使い切ったんで、次、もう一回、もう一ラウンドやるんだけど、その時はキムチを入れます。キムチ入れると、具材が美味しそうなのに。いや、具材も、完成品も美味しいよ。マヨかけない派だな。マヨかけない派。次は頑張りましょう、わら。もう1ラウンドってたこ焼きをセクスみたいな言い方しないで、いや元の姿に戻してあげたい。ダメ、元の姿に戻さないよ。具材をダメにする男。いやいや、どこまでしてんのこれ。あの、中カリカリと、な、あ、中カリじゃん。サンジさんみたいに料理作ったらツイッターにあげてみたら。銀だこの方がうめえぜ。いや、銀だこ。それに七味かける。いや、七味もいいね。七味ないんだ。銀だこ今本音が出ちゃったね。銀だこより美味しい。銀だこと比べるな。ごめん、銀だこには勝てないわ。はい、嘘。外べちょべちょ中カリカリ。じゃあ、外じゃない。中ふわふわ、ふわとろう。タコが欲しい、本音言ったな、わら。タコ入れたよ、俺言ってないよ。タコ、あ、今タコ。正直でよろしい。今タコ出た。タコって言っても、ゲソの部分かな。ふわとろうすかとろみたいな言い方しないで。いや、それ当たりな。当たりじゃないな。怒らないで、怒らないで。怒ってない。あ、なんか今すげえ腹減ってるから、もう一ラウンドも普通に食えるんじゃねえかと、という気がしてきた。へい。おいしい。このね、紅生姜がちょいちょい効いて、かつお節ないのか。かつお節はもう生地の中に入れた。まずいより美味しそうに食べる演技発表以上ですね。だから美味しい。流し込むするしないで。いや、コーラで流し込んでないの。青のり派正解。ごめん、あの、パセリなんだけど。君の金玉よりでかいね。あ、そうだね。かさぶたみたいな仕上がり。こいつ雰囲気だけ出しやがった。おいしい。腹減ってるとなんでもうまいの見本ですか。あ、ま、割とそうかな。10個ぐらいで飽きそう。これソースなしだと多分途中で味飽きるんだけど、ソースをかけることによって味に複雑さが出て飽きの来ない感じになる。やかましい。なんだよ、ちょっと語らせてよ。マヨ派？マヨはないの？あ、なんかちょっとニンニクを感じた。あ、合う。合わないわけないよね。休憩からだそう。だはい。熱い、汗かいてきた。
やばい、20個ペロリといけちゃう。たこ焼きはなんか伸びるな。たこ焼きは美味しいもん。ペロペロ、ペロペロ、朝食しそうですよ。いや、顔、なんだろう、気持ちいい時の顔と苦しい時の顔って同じ顔してるよね。もう次の役準備しましょう。あ、ちょっと一旦これでタバコ吸う、吸う。シュッ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 。で、一旦ちょっとこれ置いといて、タバコ吸おう。で、あ、いいか、タバコ吸ってる、まあいいや、まず生地入れよう。生地入れるよ。なんかネギがいろんなとこ飛び散ってるの。みんなこういう顔するでしょ、行くとき。捨てるのよ。鏡で見てみな。そういう顔してくから。よし。よし。で、生地を。ハリスタスの行く時の顔めっちゃ面白かったよ。あいつよくあれで A 版にならないよな。ドラゴン行くの早かったらしいね。なんかすごい、もう擦り始めてすぐ行っちゃったって。あ、なんかやべえ、中途半端に残ってるな。まあ行った、まあ行った。よいしょ。で、これにキムチ。キムチ入れたらすごい、なんで髪の毛入ってる。あ、髪の毛じゃなかった。キムチ入れるとさ、シャキシャキ感、みずみずしい感じが出て超うまかった。うまちん形が個性的だった。なんかちっちゃいとかって聞いた。俺見てないんだよな。なんかニコニコで上半身顔とか映して FC2 側でチンコ映してた。
って聞いた。カリがでかかった。カリ太なんだ。あ、これ全部、全部入れちゃう。カリは大事。カリは大事です。カリは。短かった。え？短かった？入れすぎやって。いや、全部、なんか中途半端に残すの嫌だから入れちゃう。絶対だって、美味しくなるの。美味しくなれ。美味しくなれ。よし。残りの粉を、粉ってか、元を一気に来るとき、寄生虫にもう食われるよ。なんで後乗せであかんのか。いや、後乗せもありっちゃありなんだけどね。でも、できれば一緒に入れて焼いてあげたいなって。ちょっとこれ以上無理だな。これ多分、3ラウンド目でちょっと入れるか、もしくは焼いてる途中で縮むから、そこに、あ、そうしよう。あ、タンパクするんだ。中キムチだけなの？もうこの生地の中に2回目は、ネギ、チーズ、揚げ玉、紅生姜がもうもともと、混ぜ込んでおいた。俺の寝てる時の大きさだった。こんな感じ。まあね、女性に言わせると、長さはあんま関係ないらしいんだよ。2本吸ってる。長さはあんま関係ないらしくて、大事なのは、その硬さと太さ。今日ユニクロでこれ靴下買ってきた。食べなくてもわかるビジュアル。おお。あ、かかとがなんかクッションみたいになってて、いいね。これちょっと新しい形だね。旅？靴下。ほら。それにたこ焼き詰め込んで散歩行こう。やだよ。ぐっちゃんぐっちゃん音鳴るじゃん。ほら、かかとにクッション。で、この間買ったのがすごい生地が薄くて、もう一回履いただけで結構ボロボロになってたんだけど、これはちょっと生地厚め。これはいい。スニーカーとか履くときに、こいつ裸足でスニーカー履いてんじゃねえかな、みたいな感じに見える、靴下。スニーカー履かんだな、わら。履く履く。スニーカーとか、あと革靴に、これ合わせる。ローファーっぽい革靴。風が強いな。ハイヒール履く人用じゃないのけ？まあ、本来はね、女性の、ハイヒールというかパンプスってやつ、ちょっとだけヒールがあるような靴、ああいうのね、合わせるやつなんだよね、本来は。でも俺、足のサイズが、黒の生地が多すぎ。黒の生地が多すぎ。今はオペラシューズの使い手だもんな。オペラシューズ。あ、オペラシューズっていうのがね、なんだろう、俺足のサイズが25センチなので、男性用の靴下ってだいたい25センチから28センチサイズなのね。そうすると俺がその男性用を履くとかかとがこの辺に、バランス、ナイキとかいな。あー、ナイキのね、黒いのを
持ってて、それ履いたり履くね。これでこの形、このここまでのショーベリーショートって男性ものではないんだよね。やっぱ女性ものでないとない。3足セットで990円、お買い得。身長ほぼ同じだが 26.5cm、 25cm 小さめだな。あー、でも男性で26.5cm とかだよね、大体が。洗濯物を乾かしてんだけどさ、部屋干しでエアコンかけて乾くかな。次の洗濯したいんだけど、たこ焼き飽きただろう。飽きてない飽きてない。今タバコして一旦小休止、休憩。足が小さい男はあそこも小さいってタロミさんが言ってた。なんかよくあるよね、そういう説。あの足のサイズが小さい男はなんか気も小さいとかさ、あそこのサイズも小さいとか、それはね、迷信です。白丸さんが忍法枠、あ、スクザ忍法の方か。やばい、普通にいける。おいしい。アンチコメ白丸、白丸さんってアンチなのかな。あれ、忍法まだオプチャ爆破したままなんだ。この後作業所も。してるんですか。してない。飛行機もあるんだよね、前々から。画像を
ょっと遡りしてあれするからちょっと待ってて、どれぐらいだ、もうちょい前か、よしよし、でもすげえ速さで、ピントが合ってないな、ちょっと もう一回戻してまたちょっとハリパチ行く、よし、これにしよう。風がすごい。はい、つけ。お、大丈夫か、うわ、キー OK、レッツゴThank you.
けちゃダメなの。昼頃よりも風が強くなった気がする。雨はそんな大したことないんだけど。ちょっと、ちょっと寒い。と偽人坊の生き残りをかけた壮絶な戦いがある。最後の一人まで勝つ残るまで。おおおお、ああ白菜キムチがおとし。その偽人坊も本家の歪み切ったドス黒さには全く勝ててないのが悪い。オリジナルが強すぎるからね。ドス黒いよね。確かに。でも爽やかさが残ってるからダメ。残ってるね。なんか本人のその本体のなんかね、いい人感が残ってるからさ。熱されて寄生虫が怒ってるな。いやいや、多分寄生虫に勝ってるよ今。それはないよ。それピザ？じゃないよ。ピザじゃない。たこ焼き。まあ、たこ入ってない。キムチ焼き。
よいしょ。あ、ダメだ、まだこの辺ダメだ。まだ、あ、いける？24個焼くのか？ 20 個じゃね？あ、24個か。24個だ。20個だとずっと持ってた。順調です。順調です。干しエビ入れすぎだろ。いや、エビじゃなくてこれ、キムチ。いいね、いいよ。あ、お前、様いつか見切るのか。だから、来月だ、多分。来月 ?7 月の頭とかだよ。まだ1週間切ったって。でも今も見合っているけどな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうね。楽しい配信ありがとう。あ、いつもありがとう。売りせんといてな。あ、こちら、売りせんといてな。干しエビならうまいが、キムチです。怪我するなよ、火傷するなよ。火傷するなよ、大丈夫。いや、干しエビもいいけど、キムチでやっぱ母国の味。ジャックに皮絡ませるなよ。ね、痛いよ、痛い。あれ、すげえてんだよな。なんでだよ。いい感じ。なんかいいね、焼けたキムチがいい感じの匂いを、おいにを、スメルを醸してる。うー、これもくるりんぱしたい。よし、よし、よし、いいぞ。よし、これもくるりんぱしたい。くるりんぱしたくできない。あ、できる。よし、よし、よし。
まだここは全然。ここももうちょいか。あ、でもできた。さっきよりやばくねえか。いや、そんなことないよ。見た目がね、見た目が、あの、キムチたくさん、量産入れましたから、ただ、あの、これ、やっぱり、問題、あの、勝負で、味で勝負してるからさ、うちは、やらせてもらって、味で勝負させてもらってるんで、しばらく飯食ってきたけど、まだ作ってるの？これ2回目。2ラウンド目、2戦目。晩飯の分もかな。どうだろうか。晩飯は晩飯で食べようと思っているんだけど、もしかしたらこれでお腹いっぱいになるかもしれない。一皿でハモを食べ終わったの？食べ終わった。ペロリだった。ペロリしちゃった。チャンジャ好きか？チャンジャ、あ、チャンジャ好き。チャンジャ美味しいよね。また熱くなってきた。やった。なかなか売ってない。売ってないよね。居酒屋とかでもなかなか出してくるとこないよね。あれ、マジでうまい。あれうまいね。焦げてきたな。
これはあかんね。ねえ、ちょっと早くめに形にして皿にあげたいんだけども、どうしよっかな。ここに入れちゃおう。知り合いが部屋でキムチのたこ焼きやったら部屋中臭くなった。これ負け格の時に流れる BGM やん。違うよ、負け格じゃないよ。臭くならない。なんかそもそもこの、あの牛角のキムチはそんなにあのキムチ臭とか酸味が少ない日本人が食べやすい感じのキムチなので全然臭くならない。羽根付きなのかな。羽根付きなりそうだね。あれ、いやいや、羽根付きにはしない。ちゃんと丸にする。それは生産者の唾が入ってないタイプのキムチなの。なんだこれ、生産者のキムチ。すばやめてくれ。入っていて酸味がなまら強かった。ピリピリする。あー、わかるわかるわかる。本場のはね、クソ辛いよね。あの酸味もすごいし、おお、じゃなかったっけ。なんかいろんな旨味を、キムチ派、正確に母キムチ風味です。あ、まあ、先生が言っていた。そうだね、風味だね。うまそう。汗が止まらん。風が強い。焦げたたこ焼きに新しい生地を流し込んでごまかしてるんですか。その通りです。
甘党のクーンさんが横で作らんとは。いやー、いくら甘党でもさ、あ、でもチョコ入れても美味しいかもね。溶けたチョコレートが絡み合う味、いいかも、ありかも。あー、あー、もう真っ暗だよ。でもうちは見た目じゃない、見た目じゃなくて味で勝負なんでね。ほら、失敗。いや、失敗してない。パンケーキの生地だったら合いますね。パンケーキの生地だったらね、なんか、鈴カステラみたいな。割り箸でひっくり返すしたら、やっぱり生地がサガサになった。じゃあ、じゃあ、全然。このたこ焼きの上にバニラアイスを乗せるんだよ。あー。あー、それもなんか合いそうです。学習しない男。学習してる。爆撃手。学習している。日々学習をしている。なんかもう上達のお手だけはめきめき上達しやがって。あ、ありがとうございます。上達じゃないよ。たまたま映り込んじゃっただけで。たまたま映り込んだが成立したら警察入らない。いやー、これは無実、冤罪だね。もうあとフライパンで焼こう。いやいやいや、待て、ここまで来たのに。たまたま掴んだら軸のおっぱいだった。いやー、それはいいね、いいことだよ。絶対入れてはダメなもの、一組、二チコ、三枝豆。まあそうでしょうね、グミ、イチゴ、枝豆。周りの皮が厚くなっちゃってるでしょう。なってますね、きっと。でもよりその外パリパリ、中ふわとろを味わえるかと。交互したい。枝豆派、ワンチャンあり。あり、まあ枝豆もありかな。マシュマロ。あー、ありかも。マシュマロはね、熱加えると美味しい。今日のそのたこ焼きよりはあり。はいはい。うわー。ああ。真っ黒くなっていく。どんどん。もう捨てましょう。嫌です。もったいない。絶対これ味は、見た目はあれだけど、味は絶対。焦げて辛くなる。初見です。何配信ですか？はい、たこ焼き。たこ焼き配信です。たこ焼き屋さんになりたい。
くりと焦がしていくのがポイント。そうです、その通りです。もうダメだな、シュートの皮の厚み。待てまだ参る。これ丸い形にこだわりすぎてこうなってしまった。イエス。いや違うんだよ、なんかキムチいっぱい入れたからなんかうまいこといかないのよ。そんな悪くない。キムチ鍋したかったのか。キムチ鍋になってるね。入れすぎ言うたら皿に入れてたやん。いやだから中途半端に残すの嫌だったからさ、もう全部入れちゃいと思って。上じゃなくてどうしても中に入れたかったんですね。そうね、上にかけるんじゃなくて中に一緒に焼きたかった。食べてあげようか。いやいや、自分で食べる。絶対これ美味しいもん。見た目はちょっと黒いですけど、そこがポイントです。味で勝負だから、うちは。え、焦げすぎ。いやいや大丈夫、こういう色なの。黒いたこ焼きなの。黒焦げすぎやないかい。はい、大丈夫なの。俺の神経の色みたいだぞ。いやいやいや、やめてやめて。水の代わりにコーラでも入れたか。え、違うよ。知り合いのダム主の中で一人に食べさせてあげるとしたら誰。そうだな、兄様かな。よし、
トリュフって名前にしたらおしゃれ女子がワンチャン食べてくれそう。あー、いいかも、ね、からかな。いいかもね、ワンチャンあるかもしれない。焼きたてをっちにダイレクトに入れて。やだ、それはつらい。こんな生寿司じゃないのか。たこ焼きを箸で食うんじゃねえ。なんでさ、箸で食うだろう。誰が止まらない。なぜなら絶対美味しいから。箸では食わねえよ。箸じゃねえ。あ、箸でしょ。あー、これ崩れちゃった。まあいいや。これ行列ができるね。腹壊すぞ。わざる。美味しいとこだけ使ってますから。寄せてますよ。怒ってない、笑い、にっこり笑顔だよ、ほら、可愛い顔してる。うまく前にたこ焼き屋に並んでたら新しいのを焼かずに隣の丸く縮んだ塊を入れてきたから逃げたわ。それからしたらたこ焼きを箸で食うのは。いや、なんで食べても美味しいでしょ。あれだな、敗因はキムチの入れすぎだ。うまくこうひっくり返せない。ラーメンを遠くで食べろって言われてるのと変わらん。まあそれは無理だ。それは厳しい話だけど。今の外人の人たちはあれでしょ、カップヌードルをあれフォークで食うでしょ。たこ焼きじゃなくホイホイ焼きにしよう。ホイホイ焼き、ホイホイ焼き、なんだホイホイって。よし、ホイ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 って。ソースかけてごまかすんですね。あー、そうだね、そのためのソース助かる。今、ホイホイ言ってたじゃん。ホイホイって言った。え、あ、あ、あ、
キムチ。はい。あのタコなくなっちゃった、タコなくなって完売したんで、代わりにキムチを入れました。ないわ。あるわ。1回目を下回ってくるなんて誰が想像したでしょうか。下回ってない、味はたこ焼きでご飯食べるタイプやろくん。へへへへ、それはちょっと厳しいな、たこ焼きで飯は食えないな。なんか入れすぎたので、うーん、固まら、なんだね、変な、このたこ焼き、歌下手兄さんを呼んでごちそうしよう。やめてよ、若い衆が来るよ。よいしょ、もうちょっと、いいや。なんか固まるのを防いでるんで、こう一体化しようとしてるのを邪魔してくるんで。見えない。一回落ち着こう。じゃあ落ち着こう。ババアのチクリーノ。やめなさい。カメラに見せてちょんまげ。ちょっと待って。ソースかけた後でいいか。ちょ、待って。俺のチンポ。なんかえらい時間かかったな。ソースの色でごまかす気だな。そうだよ、終わりよければ全てよしだよ。5時半だぞ。あれ、もう2時間半経ってんの、作り始めてから。
関西人ではないな。まあな。せやな。関西弁使わないでいただけますか？あ、すいません。タコパなんて家庭をみんなで楽しむものであって一人でやるのは何のメリットもない。あるよ。ゆっくりとした時間を過ごすもの。しばくで。怖いな、やめてください。しばかないでください。おまんがな。おまん、りんぽん、おまんがな。あー、疲れた。で、2回目が疲れた。よし、銀だこ行こう。銀だこ行かない。行かない。いやなんでこんな疲れてんだろう。銀だこ揚げてるからたこ焼きとはまた違う。ね、あれ、なんか最後の、揚げてるんだよってね、言うよね。全体美味しい。最低。なんで？何のソース使うの？え、これあのブルドック本格たこ焼きソース。ブルドックの黒金焼きだね。黒金、なんだ、金、何の金だ。よいしょ。よいしょ。なんか一回目よりもボリュームがある気がする。二回目です。カツオ節とマヨネーズ派？カツオ節はもう、カツオ節はもう中に、あの、粉に練り込んである。マヨネーズは俺かけない派だから。金だこの夏の仕事初ライズ、油で揚げてるから、金60度らしい。あったー、あっつやろな。使ってないのこれ。エッチストロベリー。ストロベリー。よいしょ。なんかさ、お腹いっぱいに。今見たけど、多分ゴワゴワした食感だよね。いや、ゴワゴワしてないと思うぜ。
腹いっぱいになっちゃったよ。俺だと12個食ったら食えない。なるほど。24個プラス24個食った？まだ食ってない。まだあっちがあっちから。でもそのメンタル、元カノにも伝授してやってほしい。はい。彼女もメンタル強い人だから。それを使ってなんかボケて3、2、1、あの石川県様、100個食った、あれはすごかった。これを使ってボケるのは無理ですよ。石川さん、マヨネーズはかけない派なんです。あのたこ焼きにはあの焼きそばとかお好み焼きにはかけるけど、たこ焼きにはかけない。100個食えるってすごいね。どこに入るの。ネギマヨだべ。ネギマヨもまあ美味しいでしょう。焼きそばこそマヨネーズいらん。いやいや、焼きそば屋に大量の紅生姜とマヨネーズかけに。身長 185cm、 125kg の巨漢です。125。ニーニーさんはもう多分仕事終わったんじゃない？さあ、皆様の前で食い込みパンツを見せなさい。出迎えに行ってあげて。ケツ食い込ませられない。すごいや。よいしょよいしょよいしょ。そして民放の前に立ってこう呼んだ。僕の中でのわだかまりはなくなったから会いたよ。で、ケララストロベリー、ユノンちゃんに負けるな。お兄さんもお喜び。僕の中でわざかまりはなくなったから会いに来てるって。会ってくんだよな。エグい乱入の道がまだ残ってるな。ああ、まだ残された道がありましたか。ダメだ、1回目のでお腹いっぱいになっちゃった。どんなエグいに出演したいの。いやいやいや、普通の
勇者取るのツイッター見たらなんか差し押さえ決定書24個でも大食いだぞ。24個でもいっぱい食ってるよね。なんか差し押さえ決定書ってのが来て、なんだろうこれ、社会保険国民健康保険料かな。それ納付の催告にもかかわらず現在も未納となって、民放ってツイッターしてたんだ、わら。してるしてるよ。彼のメインステージはツイッターだね。メインのその勝負の場はツイッターだね。あれトロさんもう終わったんだ。年の年収だと、ここ年間60万円ぐらいだろう。ああ。わあ、ひどいね、今日のニコ生。1位のボットンが全然面白くないっていうな。大して面白くないんだよな。健康保険って途中から入るの、歯に納分全部払わないと入れないらしいけど、マジ所得税が140万円、住民税100万円あたりかな。どうなんだろうね、よく分からんけれども未納分なんだっけ、未納分も一定期間は確か払うことができる手じゃんっていうのじゃなかったっけ、違ったかな。怪しい、ダメだ、いっぱいだなこれ。ちょっと一個食おう、一個食ってみよう。予算差税金絡み、消費税合わせると500万円超え。いただきます。年金差間に合う分差払えるらしいけど、保険差知らんわ。あ、おいしい。あのキムチのおかげでなんかこう複雑な味になってます。ソースつけすぎじゃない？いや、箸が進むね。いや、でもお腹いっぱいなんだよな、もう。これは夜、明日食う。もう普通にキムチ食べればよかったんや。あな、それな。それなって元カノの口癖真似するのやめて。いやいや、俺も普通に使うよ。ゴミ箱行きはやめておくんなさい。ゴミ箱行きしない、ちゃんと食べる。キムチ、さほどうまくないだろう。キムチ食べ食えなくなるぞ。いやいや、まあ、大丈夫。これ時間を置けて冷ますことによって、より味が馴染んで、美味しくなるの。お腹いっぱい。洗濯乾いたかな。
明日放送して食べてね。わかりました。食べます。放送して。よいしょ。元カノの口調、わかる、わかる。え、じゃあってみんなってわかるって、わかるって使わない？オナニー運動会に参加するんでしょ、楽しみにしてるよ。何オナニー運動会って何だよそれ、何だそれ。よいしょ。優勝深かったセリフだよ。えっと、なんて、印象深かったセリフ。よいしょ。よいしょ。分散八郎なのでオナニー駅伝にエントリーしよう。いや、治療ではないんだよ。治療じゃないんだよ。コントロールできるんだよ。割とこう、行きたい時に行けるみたいな。チロってあれじゃない？行きたいけど行けないみたいなところあるじゃん。それじゃないんだよ。ゴミまでそれどこに置いとくんですか。いや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 、だから食べるの。よいしょ。自分の思ったところへ飛ばない。それは本当にエグい業界からスカウト来るよ。いやでもさ、AV でやってる男優がやってるあの動きを実際にやったら男はすぐ行くよ。あんな激しくパン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 やったらすぐ行っちゃうよ。エグい男優って年収すごいの？知らん。でも女優に比べたら全然もらえないんじゃない？一本あたりの金額はね。だから何本も出るんじゃない？たこ焼き久しぶりね、久しぶり。 2,3 週間前に作ったか。1本1万円とかかな。どうなんだろうね。なんだっけ、汁男優は、なんか1本の現場、男優って1本5,000円ぐらいだろう。集団油は1本3,000円って聞いた。集団油？何それ？集団油、顔を、なんだろ、セックスしない。最悪フェラもされない。テラはされる。ぶっかけ要因。そう、ぶっかけ要因。顔にかける感じ。そういえばさ、海外で、そんなのあるんだ、わら。海外で、丸亀製麺だったっけな、うどん。うどんでほら、ぶっかけうどんってあるじゃん。なんか。でも企画ものだと、1本20万円以下だぞ。安いんだぞ。安いんだね。ぶっかけうどんってあるんじゃない。でも海外でぶっかけっていうと、もうね、AV の顔にぶっかけることって向こうの方ではもう定着しちゃってるんだって。だからぶっかけの代わりに作った言葉が BK。 BK って何？
BK うどんって言うらしい。丸亀製麺でも、あの、かいかい。なんだそれ。さすが元集団流詳しいな。なんでそこまでぶっかけってワードに固執するんだろうね。丸亀さんね、いやだから海外の人の認識でもうぶっかけっつったの AV のぶっかけってもうそれで、定着しちゃってんの。あのだって海外 その AV のジャンルってあるじゃん、いろいろジャンルとかシチュエーションとか、そこに、ぶっかけっていう、あの、もう項目があるんだって。世界に進出する日本のエロ。そう、日本のエロスがね、世界に通用するレベルになってるらしい。よいしょ。片付け、あの、洗い物後でしよう。よいしょ。ゲームやりたいな。よいしょ。え、もう可愛いんじゃね？え、じゃ、あー、うん、難しいな。ほぼ可愛いってる。オッケー。よし、じゃあ。それでは、あの、聞いてくれた人、見てくれた人、最後までコメントしてくれた人、ありがとうございました。次枠は、未定です。では、また、よいしょ。おつ、ありがとう。